いいポジ得点でね、決勝はまあリセットになるんで、とりあえず、まあ、4位でもいいから通過すればいいので、はい、2連勝はやっぱ大きいです ね。いや、私も頑張んないと、うん、だいぶ貯金作りましたよね。そうですね、だから初戦トップの人はやっぱり2着までにまとめるといいですよね、うん、うまくね。あ、いいアドバイスをありがとうございますやっぱり消化していく、うまく消化していくことが大事ですね。それがね、私結構ね下手なんですよねというイメージでしたけど、はい、最近なんかそのまとめるのも結構なんか上達されたっていう風に。本当ですか、はい、嬉しいな。自分ではそんな感じしませんか。まだまだ未熟だなと思ってたんですけど。そうですか、はい、いや、そう言っていただけるとすごい嬉しいです。だってご自分でもね、前はもうイケイケだけだったんだけど、はい、最近はいろいろ学びましたって言ってるじゃないですか、はい、ああその辺はあのまとめもちゃんと含まれてると思いますよ。よかったです、私いけるかも。まあ、そんな風に油断してると、うん、落とし穴にはまるかもしれませんね。そういうパターンにはよく合ってるんで、気をつけてます、はい、気をつけますですからね、宮内プロもあんまり調子に乗ってると危ないですよね、はい、なるほど調子に乗ってるんですか。宮内プロ初戦でトップ走ってて、はい、なんかもうツモがぐんぐん来てるから、うんうん、ドラ短期でリーチだって言って、はい、追っかけられて放銃してまして、はい、最後は2着で終わったんですよ。マキプロにね、やっぱりね、あれですね、本当勝負は終わらない、終わるまでわからないですからね、本当に。まあ、でも逆に言えばその宮内プロのやっちまったキャラっていうのはある程度一つもう確立されてね、その辺も一つもう武器にしつつあるのかなっていう見え方も。実は結構視聴者 あの宮内ファンは見てて、そこがもうたまらなくて萌えポイントだったりとかね。ただね、本人はその辺をアピールしたくはないんですというふうに普段から言っています。あ、そうなんですか。いや、やっぱりね、もう、うん、年齢的にもキャリア的にも、うんうん、実力を見せていきたいんだと。なるほど、はい、じゃあここはもうね、こう技量派宮内を。そうなんですよ、期待してます。この大会はね、本当結果をね、はい、うん、大いにもう出したいと思ってるはずですですね。グラキプロちょっと難しいですね。そうですね、ドラで統一とメンツの複合系で、もうこういう時にもう僕は統一いっちゃった方がいいと思うんですけどね。あ、そうですか、はい、どうしてですか。良さそうなところをピンポイントで探れるわけですよ。例えば今捨て牌を見ると、そうですね、想像し、あ、でもそんなにないか。ここら辺が いそうだなって思った牌を引いた時にスッと残していけるんですよね、統一の場合は。別にメンツ繋がってなくてもいいわけじゃないですか、はい。例えばこの手3層引いたって全然統一の場合は、あ、メンツの場合は嬉しくないですけど、統一の出たらそこいそうだなと思ったら別に離れて残せるわけじゃないですか、うんうんうん、なるほどね、確かにそうですね。そういった意味で、ああ、繋がってなくてもいいんだっていうのはね、そうなんですよね、一つ根拠になりそうですね、はい、だからもともとちょっと分断されてる形なんで、そうですね、これを無理やりメンツにまとめると結構きつかったりするんですけどね。ただそのあたり、例えばね、二階堂明あたりはそんなにこう統一系の手役好きじゃないっていう、そうですね、本人話してますんで、だから狙わないんですよね。思考もあるんですかね、うん、僕はやっぱり好んでいるので、うんうんうん、もう多分、まあ、3万をうまく捕まえられたらもうあとはね、3品3万、まあですから実質の医者店みたいな感じになってますよね。打ち手の好みによって最終形はガラッと変わってっちゃいますよね。そうですね、はい、私もこういうちょっと統一なのか瞬津なのか中途半端に牌が寄ってくるときってものすごく迷うし、うん、苦手ですねやっぱり、うん、まあ清水プロの場合は自他ともに認める優柔不断なレストランでメニューが決められない人ですもんね。もうそうです、大体もうみんなにイラッとされて、もういいよいいよ店員さん呼んでって来るまでにもうしょうがないから決める感じですから。最終的にもう最初から決めて入ったらどうですか決めていくんですけども実際メニュー見るとまた変わっちゃうわけです椅子そうね、椅子が2枚生きてる感じですけど、まあでもいやね、ドラなし役なしですから、まあリーのみですからなんとか
流局しても他の人にテンパられたくないなというところはあるんですが、今この数万を泣こうかどうかですね。うん、数万ね。場に2枚目です。まあ、数万2度受けですから。とはいえ、カンチャンで泣きますか。で、ロースをとりあえず切っといて、流派ポンに備えるかって感じじゃないですかね。あ、そうか。現物の、ね、現物のロースを切っか、あ、単葉の方に行きましたね。うん、2万が、これも悩み悩みですよね。ため息ついてましたもんね、今。もうそうなると数万、まあでもこれ、テンパイまでいければいいやと。そうですね。はい。でも流派だって黒さともちもちだったんで、完全安全牌とは言えないんでね。そうですね。あ、これ、また泣けた。うわ、これすごいですね。これは、これは、強い。上がれるまでありますね、これ。ね、逆にこれはちょっと宮内、嫌な感じがする。チーソー相変わらず薄、あの、数層がないんで薄いんですけど、ラサイのチーソーがまたね、勝っちゃうかもしれないですね。あ、勝っちゃった。いや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 、ちょっとカジアン、ちょっとカジアンすごいね、オカルトね。やばいね。うわー、これはこれはね、宮内プロは別に意図的にやっちまったわけじゃないんですけれども、はい、結果的にはやっちまってますよね。いや、まあしょうがないんですよね、どうしようもないですね。まあ、リーチ打つのが自然ですから、はい、いや、むしろあの泣きの判断、そして単葉に行ったね、選択がはまりましたよね。